こんばんは、こんばんはです。さあ、本日も夕ご飯のお時間がやってまいりました。鶏むね皮を剥ぎます、切ります。なんか自分の動画を見返してたら、昔よく食べてたものが食べたくなってお肉類はこういうジップロックに入れないと変に凍っちゃうらしいですね。アボカド、あ、美味しそう。このアボカド最高です。サニーレタスをどんどん引いていきます。お湯が沸いたので鶏むね。あ、ブロッコリースーパースプラウトが売ってなかったんだけど、そう言われたいと。あ、卵忘れた。だーだー、言うてもさ、一人暮らしで卵さ12個入りとかでさ買うじゃん、絶対ダメにしちゃうんだよね。かといってさ、コンビニの1個のゆで卵のやつさ高いじゃん。そうそう、ブロッコリー昨日ゆでといたやつ。なんかチーズのさ、ここから破いてくる、チーカマとかもさ、ここから取ってみたいなやつとかうまく取れないよね。鶏むね熱っ、熱いままのしちゃった。もういいや、早く食べたいから。トマトが嫌いで赤がないから、このパプリカのやつを、そう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 、完成。本日はサラダでございます。いただきます。これはですね、松屋の牛丼を牛丼にかけて食べるために買ったフレンチドレッシング、業務用のあれがあるんだけどね、あの入れたやつだから、ドレッシングはこれ。いただきます。なんかすごい上、なんか上からアングルで、今日も仕事が終わった。いただきます。うん、うまっ。うん、うまっ。卵がないのが残念だけど、うまっ。今は今日更新した動画のコメ欄を見てます。泣いちゃうあ、ちょっと布団後ろとかすごい荒れてるでしょ。昨日コリが泊まりに来たからさ、まんまにしちゃった。うまい。鶏むね久々に食べたら美味しい。一時食べすぎてもう口に入れるたんびにまたこの味、この食感みたいになってたけど、うん、すごい。なんか草原、大草原、草、マジ草、ぶと玉でしたさあ、というわけで最近全然、まあ恋愛に言い訳をして全然ね、全然全く触れてなかったから、ちょっと久々に見ようかな。いいのがある。初対面で恋愛対象に入る3つのコツ。あー、文章が長い。簡単に私から説明すると、〇〇そうって思われる人がモテるらしい。男性からはこの〇〇そうって何っていうのは、優しそう、裏表がなさそう、健康そうの3つなんだって。反対に男性が恋愛対象で見ない女性に多いのは、不潔そう、プライドが高そう、品がなさそう胸が痛いで、今の〇〇そうって思ってもらうコツとしては、優しい色合いの服装やメイク、柔らかい素材やふわっとした雰囲気の服装などを取り入れるのが最も早い方法らしい。で、あと笑顔から真顔に戻るのが早い女性は、男性から裏がありそうと思われる可能性があるから注意しましょう。だって笑顔から急に真顔にならない。まあそうだよね、第一印象でさ恋愛対象になるかならないかっていう、なんか結構それってあるじゃないですか。第一印象の前にあれですね、私が店頭にいた時はゼロ印象っていう、第一印象の前のゼロ印象を良くしようっていうので、口角を開けといて、いつでもお客様がね何かあった時に店員さんに話しかけられるような、そういう入りやすいお店の雰囲気作りをスタッフがしましょうみたいなので、こうゼロ印象っていう、なんかさ、ふとした瞬間の表情とかでその人のこと出るじゃないから、多分そういうことだよね。頑張ろうか。じゃあ終わります。ご視聴ありがとうございました。